こんにちは、パルピーです。本日はフォロワーさんからリクエストいただいた刺繍糸の三つ編みの仕方と使い方についての動画をお届けいたします。メリットデメリットについてもお話ししましたので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに、刺繍糸をなぜ三つ編みするのかと疑問に思っている方もいらっしゃると思うので説明をします。販売している状態のまま刺繍糸を引っ張って使うと、使っていくうちに糸が絡まってこのようにぐちゃぐちゃになることがあります。しかし三つ編みすることによって糸がきれいに引き出され、最後まで絡まずに引き出すことができるので、このように糸を整理する方が多くいらっしゃいます。では具体的にどうすればよいのか説明していきます。まず糸を束ねている2つの紙を外し、糸を1本の状態にします。この時刺繍糸は輪っかになって束ねられているので、輪の状態に戻してから糸を1本にほぐしていくと絡まりにくいのでおすすめです。糸を1本にほぐせたら、糸の端と端をつまみ2等分します。そしたらさらに2等分します。そして最後に3等分します。このように机などに広げて行うとやりやすいです。この時の糸の長さが65センチぐらいになると思うのですが、これが刺繍する際に使いやすい長さとなります。そしたら最初に外した2つの紙をこの刺繍糸の束に通します。糸の束が太く通しにくいので、このように糸の先端をねじると通しやすくなります。そしたら糸を2等分し、真ん中に紙を持ってきて、その中心にマスキングテープを貼り、糸を固定します。そして糸の先端の輪っかをハサミでカットします。これで糸がすべてバラバラになったので、このように糸を3等分し三つ編みをしていきます。この時糸をきつく編んでしまうと糸が取り出しにくくなってしまうので、緩めに編むのがポイントです。これで完成です。それでは実際に使ってみましょう。糸の取り出し方は、三つ編みをした一番上の部分の U の字になっているところから1本ずつ取り出します。糸が取り出しにくい場合は、このように針を使って1本ずつすくうと取りやすくなります。爪を使ってもいいでしょう。あとは糸を束ねて針に通せば刺繍することができます。それではそのままの状態で刺繍する時の糸の取り出し方と比較してみましょう。まず糸を好きな長さまで引っ張りカットします。次にカットした糸から使いたい分だけの糸を裂いて取り出します。こ
ちらの動画では3本取りで使用する場合の裂き方ですが、糸を裂いていくうちにだんだんと糸が絡まっていくのがよくわかると思います。使わない糸が余ってしまうのも難点の一つです。実際にサテンステッチをした写真を見てみると、青い方が少し糸のよじれがあるのがわかるかと思います。これは三つ編みの方は1本ずつ糸を取り出したことによって糸のよじれを直すことができましたが、青い方は3本裂いた後そのまま使用したのでよじれが直らないまま縫ってしまったためです。そのまま使用した刺繍糸は余った分を保管するのが手間になったり、このように引き出しの中でもぐちゃぐちゃになってしまうことが多いので、三つ編みにすることをおすすめします。強いてデメリットを言うならば、三つ編みをするのが少し面倒くさいことだけかもしれません。そんな私もたくさんの刺繍糸を三つ編みするのが面倒くさく、そのまま使用しているものも多くあります。これを機に全て三つ編みしようと思いました。本日の動画はいかがでしたでしょうか。刺繍糸を購入した際すぐに三つ編みをしてしまえば、その後刺繍糸を引き出すのがとても楽になるかと思います。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。